サルベマリア中井フィリナです。今回は長塚の木造の家にいます。そしてアレクシンさんにインタビューしていきたいと思います。ではイエズス会のアレックス・シンプさんにインタビューをしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初に短い自己紹介をお願いします。まあ、アレックスと呼ばれていますけれど長い名前もあります。アレクサンダー・バリキャマクルという名前です。南インドで生まれてケララ州というところで生まれて20歳の時にイエス会に入って28歳の時に日本に来て、まあ、92年司祭に除会されて今長塚におります。よろしくお願いします。スミさんは幼児洗礼なんですか？生まれて7日目に。おお、すごい。じゃあ家族もみんなカトリックで、まあ、カトリックの、伝統的な家族です。親戚みんな同じです。兄弟とかいるんですか？10人兄弟。おお、5人で5人。あ、5人。男5人、女5人で5人兄弟で、ね、兄弟では早速神父になろうと思ったきっかけは何なんですか？まあ、一番、まあ、きっかけになったのは私が日曜学校の先生になったんですね、うん、なったというよりもさせられたんですね。あの逃げることができないで、まあ、あの18歳の時に日曜学校の先生になって小学生にこの日曜はこの、まあ、イエス様について聖書の話とかしている間に聖書の言葉、私は道であり真理であり命であるという言葉が何か心に残って、この道、この真理、この命を何でしょうと、あの時は何も分からなかったけれど、まあ二十歳の時にどうなるか分からないままでイエス会に入ったら神父になれるかどうか、イエス会というものを何ですかとも分からないで、あの親戚の方がイエス会に行ったからイエス会を選んだんです。修道生活のこともゼロの知識でしたけれど、まあ親戚の中でたくさん修道者が神父がシスターがおったから、あの神父になることを選んで、まあ、あの時選んだんですね。イエズス会に入ってよかったなって思ったところはありますか？まあ、イエズス会がね、入った時は前も言った通りほとんど知らないで、あのイエズス会の創立者は誰ですかとか、イエズス会の、中で有名なフランシスコ・ザビエルとかイエズス会だとも知らないで、ただ自分のお父さんの弟さんがイエズス会がいて、お父さんの妹のあの子供、いとこもイエズス会員として神父としておったから、司祭になれば親戚のあるところに入ろうと思って入ったんですね、はい、して入ったらイエズス会は国際的なものだと分かって、うん、じゃあそして国際的なたくさんのつながりがある、そして自分ももっと国際的になれますよということを知ったらもう嬉しくなったんですね。そしていろいろ挑戦されたんですね。あの自分たちの小さい国とか、うん、あるいは地域でとどまる必要ないイエズス会なら国際的な心を持って世界のどこでも行ってもいいよというような、必要性のあるところに行ってもいいよというような話したから、私もじゃあいろいろ挑戦しようと思って、あるいは挑戦したくなったんですね、はい、それで今日本にいる。で今わかる、イエズス会の魅力って、なんで国際的なものの魅力、まあ、イエズス会の魅力とかは国際的でありながら、まだ深い霊層、うん、霊層霊層がありますね。それが本当に、まあ、皆さんもよく知っている時に通り、イエス様と深く霊層を通して交わって、うん、
まあ、イエス様を好きになって、イエス様のへの愛、教会への愛、社会、全世界への愛を、この愛に動かされる人間になるのを助けてくれるのはこの霊槽でしょうと思いますね。だからもし霊槽がなかった場合は、ただ、新人の祈りしたり、ミサに行ったり、まあ、あまり喜びが感じなかったかもしれませんね。じゃあ霊槽は、ユーデス会に入った時にしたんですか、最初の、ね、霊槽という言葉もしたのは、はい、イエス会に入ってからですし、家で毎晩、家族で祈っていたんですね。ロサリオの祈りとか、だいたい30分から40分ぐらいまでの祈りを毎晩家族でやっていたから、祈りやっていたけれど祈りの意味が分からなくて、聖書も読んでいたけれど聖書の意識を持って読んだことはないですね。ただ読まなければならないから読んだ、まあ、家族がみんな聞こえるようにというよりも、まあ、夕の祈りの後で読んでいたけれど、まあ、礼装の時に一つの箇所を深く読んで繰り返して読んで黙想していくと聖書の言葉がもっと生きてきて、何か呼びかけが招きが感じるようになりますね。はい、じゃあイエズス会の、スピリチュアリティっていうのはどういうもの？まあ、イエズス会のスピリチュアリティというよりも、まあ、人間をより豊かにしていくための、まあ、内面的なものですね。例えば霊槽といったら体操と比べて言いますからね。これこう霊を活性化していく、そして霊の導きを感じさせる、そして正しい判断できるように、あ、これは神様が喜ばれる、社会にも世界にも喜ばれる、あるいは役に立つ、これが危ない、これは多分良いように見えるけれど多分最後は騙される可能性があるというような識別というところがイエス会の霊性 のとっても大切な部分でしょうと思いますね。神父さんは日本に来たのはいつでしたっけ？1985年の9月の12日、もう忘れられないような日にちです。その時はどういう気持ちだったんですか？自分で日本に行きたいって言ったんですか？それとも日本のことをほとんど知らなかったんですね。まあ、広島、長崎、東京、富士山、これぐらいだけ日本のこととして知っていったんですけれど、まだ柔道とか空手とか、そういうようなことを知っていたけれど、火事が地震があったり、もう台風があったり、もうそういうちょっと恐ろしくなるような火山があったりとか、そういうようなこともイメージもありましたけれど、まあ日本に来てみたらまず言葉が一番難しかった。喋るのは何とかなったけれど、今も書くのも読むのも、正式的なところは何か喋ろうと思ったら難しいですね。では日本に来てやっぱいろんな教会で主任されたんですけども、日本に来てから2年間ぐらい日本語の勉強のために時間を取って、そして1年半ぐらい学校で、神戸の六甲学院という学校で教えたり、まあ、教えてるというよりも、まあ、いろいろ体験させていただいて、はいはい、そして進学の勉強して92年除会されて、93年から山口県の下関や山口や宇部小野らの地域で働いたんです。あ、日本で除会されたんです。除会式はインド行って除会されたんですけれど、勉強は全部日本でやった。日本に来てよかったなっていうこともあるのか、日本に行こうと思ったきっかけとか。日本に来たから私の心は本当に広くなったと言えますね。もし日本に来ていなかった場合は、私は南インドの小さなケララ州にとどまっていった人生だったでしょうと思います。
日本に来たおかげで、あの世界青年大会というようなあの機会、参加する、そういうようなところに行く チャンスが与えられ、そしてイエス会の国際的なさまざまなイベントに参加できるようになって、もう地球が、ね、行ってない、ところももちろんあるけれど、アメリカに行ったり、メキシコに行ったり、ヨーロッパのいろんな国に行ったり、アジアのいろんな国に行ったりを全部この日本に来たからできたかなと思って、そして皆さんと出会うのもそういうようなことで、ですからね、本当に自分が導かれたまま歩んでいるような気がしますね。これからもそう信頼していきたいなと思っています。日本に来たのは自分で希望したんですか、それともイエズス会から日本に、まあ、日本に行くのを希望するのはちょっと怖かったんですねというのは日本は自分には合わないでしょうと、もうあまりにも発展しすぎて、技術的にもうすごい才能がある人が行かなければならないでしょう。自分は何がアフリカとか北インドとか南米とかそういうようなところに分宣教師がいるから、そういうところに行くかなと思っていったら、イエス会の方から日本にニールがある、もう国際的な日本管区がある、今日本で働くために人を募集していますから、そしてインドとあの私が属したケララ管区とちょっと特別な姉妹関係になったんですね、日本の管区が。それで、まあ、私たちは日本からいろいろ経済的な援助をいただいたりしておりましたけれど、じゃあインドからたくさんの召し出しの中で一部を日本と分かち合いましょうということで、ケララ管区から5人来ております。今東京にほとんど4人も東京におります。では、皆さんに照明に対するメッセージお願いします。神の声、呼びかけ、それを直接には来ないでしょうと、でも自分の望む心の中の望みとしていろいろあるでしょうと思いますけれど、その中に一番深いところに神様の声があるのではないかと思いますね。それを感じ取れる静かな時間とか祈りの時間とか黙想の時間とか、あるいは山に登ってるとか、あるいは巡礼に行ってるとか、いろいろなことをすることによってそれは見えてくるでしょうと思いますね。まだたくさんの出会い、あの出会いによって日本に行くことを考えるようになったとか言える場面がありますから、あるいは出会い、あの出会いによってこういう広い活動ができるようになりましたとかですね。だから神様が与える全てのチャンスをアンテナが上手にチューンしておれば、神の呼びかけ、導きが感じたり、それに応えて生きることができるでしょうと思いますね。では最後に、祝福をお願いします。それでは神様の祝福を私たちの上に、またこの社会、世界、先人類の上に祈り求めましょう。全能の神、父と子と聖霊の祝福が私たちの上に、また全ての人々の上に豊かにありますように。アーメン。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。サラメマリア中西里奈です。今回は聖パウロ女子修道会のシスターに質問をしていきたいと思います。ではお願いします。では簡単に自己紹介お願いします。はい、聖パウロ女子修道会のシスター青木節子と申します。修道院に入ってもう40数年になります。で、名古屋に来たのは6年ぐらいになりますかね。シスターの出身はどこですか？広島になります。で、教会は上り町のカテドラル。お、カテドラル。教会はずっと、幼児洗礼な感じですか？
あの母がね、洗礼を受けてたので、日曜学校の時から通ってたんですけれども、洗礼はちょうど母が私が二十歳の時に亡くなったんですね、はい、それでその後洗礼を受けました。だから教会には行ってお勉強もしてたんですけど、途中で何回か立ち寄れない。だからお友達も結構いたんですけどね。じゃあどういうきっかけで洗礼を受けようと思ったんですか？やっぱり母が亡くなったのがきっかけかしら。あの神父様が母の葬儀の時にね、お母様があのロザリオをね、あの私に託して信仰を守ってほしいっていう感じで、お渡しになってましたねっていう話をおっしゃったんですね、はい、それがきっかけかもしれない。では早速、なぜシスターになろうと思ったそのきっかけは何ですか？シスターになろうと思ったのはね、あのあまり考えてなかったんですよ私ね。それであのある時神父様のところにねお話いろいろしに行ってたんですけれども、その時に自然と神父様が照明の話をしてらっしゃる、ね、流れの中で、はい、で修道生活の話になって、でその時にあの私にねなんかピーンとくる、なんか神様からポンと胸を押されたっていうか、はい、あ私にも修道生活できる可能性があるんだなっていうのをその時、感じたんですよ、はい、でそれからあのやっぱりそのことがね、いつも心に残ってて、であの私その前に神父様からセンパウロ書院であの働いてみないかっていう、ね、声をかけられたんですよ、で、まあ、私ねセンパウロ書院教会のそばにあったんですけど、いつも素通りして入ったことないんですよ。まあ簡単なね、あのつもりで、あいいですよという感じで、はい、あのそこでシスターたちとお仕事するようになって、でそれがやっぱり神様のあれかしら導きかなとね、声がかかったっていうところから、そういうきっかけで、で、なぜ修道会に、って言いました。じゃあなんか他の修道会もあるじゃないですか。やっぱ なぜそのヨシパウロ修道会に、あのと、ね、あのやっぱりずっとねそこで働きながらも、いつも呼びかけが心にあって、あ私行かなくちゃっていう思いがあったんですよ、でもいろんなお店にいたから、あの司祭たちいろんなお出会うんだけど、ある意味ね司祭たちは私ももう志願者と思ってたらしいので、だからあの声をかけられても、もうあなたは決まっていらっしゃるんですねっていう感じだったのでね、私全然あれがなかったんですけど、でもそのシスターたちのお仕事の中で家庭宣教っていうのがあったんですね、一軒ずつこうあの本を持ってね、あの教会を紹介しながらあの宣教、家庭宣教っていう形でね、一軒一軒どんなところにでも行って、いらっしゃるっていうお話を聞いて、それがすごく心に響いて、はい、いいなと思ったのね。で、後の修道会のシスター方ってほとんど教育関係でしょ、学校とかね、あの施設とかね、病院とか、でそういうのは私あんまりね、あの自分には合わないというか、興味がなかったっていうか、それで、それでパウロ会のね、ちょうど家庭セクターは素晴らしいなっていうのに心がすごく止まって、パウロ会に一応、それぐらいなんで、あんまり深い内容はしてない、深い内容は全然わからなくて入っていっちゃった、その入ったのは何歳頃？22の終わりですね、もう23に近かったですけど。やっぱシスターになったとこの修道会に入って良かったこととか、なんか入ってよかったなっていう思ったあの、そうですね、まあ、最初はすごくね劣等感持っちゃったのね、あまりにも他の姉妹たちが師匠たちが素晴らしく見えちゃって、私はね何もできないわっていうのがすごく心にね あって、もすごい劣等感だったんだけど、ある時ね、まあ師匠たちがそういうのは関係ありませんね、神様の会ですっていうことで、それから解放された時に
本当に修道院の司祭たちといろんなお仕事で人従したり生活したりする、とっても楽しいっていうか、でみんなあの頃は司祭まだ若かったから、あの修道院の中でねよく演劇とか演劇とか、あの私たち志願者はよく歌を歌ってくださいとか、寸劇みたいなのをさせられたりとかねそれであの昔初成人の日は、運動会、運動会、うん、修道会運動会みたいな修道会運動会やったり、それからあのお祝いね模擬店をして、各いろんなグループがお店を出してやったりして、なんか結構ね楽しい、賑やかで、賑やかで楽しかったですね。じゃあ今はどのような活動をしているんですか？今はあの家庭選挙っていうのは、もう今セキュリティがみんなマンションとか厳しいでしょ、だからお家に入れなくなって、ですからこういう庶民ですね、庶民と、その前は学校とか幼稚園とか教会に毎週じゃないですけど、あの日曜日に本を紹介させてもらって行ってたんですね。であのクリスマス絵本を毎年1冊2冊で出してましたので、それを修行チェーンに秋には紹介して、だから全国回ってました、その拠点からね、飛行だったら神奈川から富山の方からずっと回ってましたね。じゃあこれからなんかやりたいこととか目標とかってあるんですか？今ね、もうこれで年取ってきちゃったからあのね、こういうメカにも弱いのでね、あのやっぱりテレビとの、テレビを通してもいいんですけれども、まあインターネットを通してもいいんですけど、いろんな情報を見ながらね、やっぱり自分があの今の時代にやっぱりどういうことが大切なのかな、それで、まあ、選挙においてもね、どういうことも本当に考えて、今の現代の人たちがね、どういう状況の中にいらっしゃるのかなっていうことをやっぱり分かっていかないと、選挙するのもね、ちょっとあの難しいのかなっていう感じで。シスターは一日どのような日々を過ごしているんですか？朝はあの起き、まあ、起床した時に、あとはみんなで共同に朝の祈りをお祈りしますね、でその後は野々池教会に行ってミサに会うからですね、ですからあの起きる時間はみんな早い人は早い私なんかギリギリなんですけどでその時にも黙想してらっしゃる方です、その日の黙想してらっしゃる方もいらっしゃるし、あと教会から帰ってきてあの朝食をした後、やはり1時間からあのまた3、1日のうちに1時間と30分祈る時間があるんですね、だからそれを自分でどのようにするかは個人でね、その時間ちょうどいい時間とかする自分、最後に皆さんにメッセージをお願いします。はい、あの今若い方がね教会の中で姿を見ることがないんですけれども、本当に神様と触れ合った時には本当に心が満たされますし、あの温かくなるし、その神様の愛が分かった時に本当に応えたいというね、内的な流しがあると思いますので、それを体験してほしいと思います。ありがとうございました。じゃあバイ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 